はい、柴田さんが YouTube を引退しますという動画を昨日出していました。で、まあそれを見て、まあ思ったことは、やめないっしょって思いましたね。なんでかっていうと、いやまあちょっと多分寂しくなっちゃったプラス、まあ多分いろいろ怒られが発生したんじゃないのかなと、ああいうふうに思ってます。まあその原因としてね、ヘズマ流の凸と、あとはさくら高虎さんの裁判があったっていうのがあって、まあ確かにそれは大きいかなと思います。結構まあ柴田さんも、まあ皆さんご存知と思いますけれども、まあかなりコンプラを重視する方なので、まあ多分もう本当にそこら辺のまあウームとかその辺のまあクリエイターの人とかよりもめちゃめちゃ炎上とかをすごい気にしてやってる人ですので、だからその予期せぬ炎上っていうのは基本的にまあしてないわけで、全部だから計算した炎上でね、もちろんやってるわけなんで、だから本当にマジでやっちゃダメなこととか、まあそういうこととかは絶対しないようにしてると、それはもう柴田さんの動画を見られてる方だったら誰しもがわかると思うんですけども、まあただそのまあそれをまあ突き詰めてまあ行った結果、今チャンネル登録者数が109万人というところまで来て、まあ、そしたらもうまあ強者の側になっちゃったから、まあ、そのあんまりだからまあそれで誰かの悪口とかを言っちゃうと、まあその弱い者いじめみたいな感じになっちゃって良くないっていう、まあそれはね、そうなんだろうなというふうに思います。で、実際にまあガチで訴えられたりとか、あとまあ本気でプライベートのとこまで柴田っていうキャラクターを超越したとこまで踏み込んでくる輩が生まれてきちゃったから、まあ多分まあいろんな関係各所とかからもまあいろいろまあ、言われていることもあるんだと思うし、あと、まあ、本人のね気持ち的にも、ちょっとしんどくなっちゃったのかなというのが思います。まあ、あとは、確かにその、まあ、釣りの動画とかを出しても、まあ、あんま伸びないからみたいなことを、まあ、言ってましたけれども、まあ、だからそれでちょっと、まあ、落ち込んだのかなっていう気がしますけど、まあ、多分まあ、予想です。これはもう本人に聞いてないんで何とも言えないですけど、多分ほとぼりが冷めたらまたなんかやり始めるんじゃないのかなと、やり始めるというふうに思います。なんで、まあ、とりあえずこれで一本これでやめますって動画出したら、多分こうやっていろんな人が動画にして話題にするし、あとなんかね、YouTube ニュースとかの YouTuber とかにも多分載るから、まあ、それで出したっていう、まあそんぐらいの感じなんじゃないのかなというふうにね、僕は思ってます。まあでも確かにそのやっぱり物申す系、炎上系っていうのがもうちょっとやりづらい風潮になってきてるっていうのは、それはね、まあ僕なんかもうまあ僕みたいな底辺 YouTuber ですらやっぱそれを思うぐらい、それやっぱやりづらいよねっていう、まあ広告が明らかにつきづらかったりとか、あとはね、訴訟リスク、まあ僕はもうとっくの昔に訴えられてるからあんま気にしないんですけど、まあそういうのがあったりとか、プライベートに影響が出たりとか、まあ、そういうのもあるし、あとはまあだんだん自分の発言力が強まれば強まるほど、どんどんだから人の悪口を言いづらくなる。僕もこの前まあ物申す YouTuber 引退しますって出したけど、僕の場合はちょっとだから直接の知り合いが増えすぎちゃって、この人を燃やしたいなとか思っても、それが誰かの知り合いだったりとかしたらやれないとかね、そういうのでやりづらいっていうこととかも発生して、まあ、柴田さんの場合とかもやっぱそのいろいろまあ表に出してない、まあお付き合いとかもまああると思うので、それでやりづらくなったっていうとこもね、あるんじゃないのかなと思います。まあただ僕が思うのは、やっぱりその再生数とかは別にもういいんじゃないのかなと思って、っていうよりやっぱ柴田さんが何か社会的な問題とか、何かそのまあ炎上した人とかについてどう考えてるかっていう知りたい人はいると思うんですよ。もうだからそれは柴田さんがこの問題についてどう考えてるかっていうのを聞きたい人っていうのはいると思うんで、で、まあ、再生回数とか関係なく、やっぱそれは一つの思想のあり方として、それはなんか世にね、まあオピニオンとして一つ発信することはやめないでほしいなっていうのは僕は思います。まあやめないと思いますけどね。やめないと僕は思ってますけど、むしろだから YouTube やりづらいんだったら、もう逆にもうテレビに行っちゃうとか、もう
ありかなと思ってます。この前 あの地上波の CM とかも出られてましたけども、あの逆にだからそういうなんかコメンテーターみたいなのとかも、あのもう柴田さんぐらいの発言力と影響力があれば、あのどこも引く手余ったらと思うし、まあ、コンプラもめちゃめちゃ守ってるし、まあ、もちろんバラエティもいけるし、あとね、あのまあ、あの お芝居の方をやってみたりとかね、あの、まあ、あの自慢のあの演技力でね、あのそういう道もあるんじゃないのかなと。だから、まあ、映画とかも、まあ、あのキャラクターがあればあの結構あのオファーが来るところ多いと思うんで、もう逆にだからあの今芸能人が YouTube めっちゃ来てるけど、逆にもうテレビの方にあの表の世界の方に行っちゃうとか、よくだからあの、まあ、柴田さんの口癖でなんかそのプロが YouTube に入ってくんなって言いますけれども、逆にもう柴田さん自身がもうプロになっちゃうっていう、そういうなんかやり方もありなんじゃないのかなというふうに思ってます。まあそんな感じであの柴田さんの引退っていうことですが、僕は多分やめないなって思ってます。また次の動画が出てくるのを楽しみにしてますっていう、はい、そんな感じでした。